はいどうも皆さん、こんにちは。枝豆でございます。ウップなしでございます。今日も変なアングルでごめんなさい。今日紹介するものはですね、こちら。もう、仏はもう開封してしまったので、入ってないんですが、懐中電灯とランタンになるバッテリーというね、エレコムさんの製品を今回はね、軽く紹介したいなと思います。はい。仏はね、こういった感じですね。こうかな。黒で、ね、全体的にシンプルな見た目になっております。でですね、これの特徴がですね、3つありまして、でまずランタンになると。ここギュッと引っ張るとこうビヨーンってこのゴムのベロンチョとしたやつが伸びるんですけど、ここを、なんて言うんですか。ペットボトルとかにズブって刺してやるとランタンになるそうです。で、さらに、懐中電灯にもなると。これ、明るさ、4段階にね、変えられるそうです。はい。という懐中電灯と、あとは、最後、こうね、モバイルバッテリーとしての機能もあるということだそうです。とですね、容量の方がですね、大体というか、3350mAh だそうです。で、さっきお見せしました USB-A 端子からはですね、2.4A でのね、出力ができるという風になっております。ね。今紹介したこと、ここにね、ずらーっと書いてあります。で、まあ、容量的にはですね、今ここにね、iPhone 8出しております。今充電してますけど、大体ね、スマホ1回分くらいかな、という風にね、思っております。ということでですね、実用とかそういうのとか明るさみたいなとかっていうのはね、ちょっとまた別な機会に撮っておこうかなというふうに思います。今日はですね、ちょっと最近買ったものでね、エレコムさんの懐中電灯とランタンになるバッテリーというものを紹介してみました。こういうね、エレコム事情1個増えましたね。いや、エレコムさんの製品本当好きなんですよね。ということでね、まあこういう製品もありますよとね、皆さんの参考になるとね、嬉しいなと思います。はい。概要欄にね、いろいろ製品のリンクとかね、公式のページとか、あと、なんだ、私のツイッターとかサイトのリンク貼っておきます。あと今写真も販売中ですので、ね、その辺も見ていただければなと思います。はい。ありがとうございました。